ダンスでイベントしてみたらどう？いいんじゃないですか。大人になって発表会ってありましたね。ダンス発表会なんてどう？決まり。練習するぐらいから一緒にやっていきたいって先生呼びまして、対抗戦にしたら最後に水やって競う。どの先生にしたら。いやもうそれはお世話になった。最終話、担当の先生が決定。とりあえず千人記念イベントはダンスイベントをやるってとこまで決まりましたね。で、今日程は決まってます。12月9日休館日、休館日。あと決まってる内容は何でしょうか。どういうチーム分け。そうだね、3チームを作り、はい、で先生がいて、でこれ1チーム何人にしますか。5人で。5人くらいがちょうどいいよね、多分ね。それ合計15名の参加って。それか、なんか多くの人にやっぱ参加してもらいたいとかっていう視点にするんだったら、まあなんか1チーム7、8ぐらいは行きたいかな。そうだね、どっちの方がいいかなっていう感じですね。まあ実際その先生がどれぐらいの人数を教えるかっていうのもね。ただまあ5人ぐらいがちょうどいいってちょうどいいのかな。じゃあ先着順ですね。3人だったらちょっと恥ずかしい人出てきそうだね。まあ5人から8人ぐらいだったらいけるかな。ああ、まあベストですね。で、実際じゃあこれ大事になってくるのはどの先生ですか。出られる方は誰が教えてくれるか結構大事だと思います。いやまあめちゃめちゃ大事で、じゃあ A チームの先生。いやもうそれはお世話になった小沼先生絶対大事。まあ小沼さんはやっぱ出たいよね。小沼大先生は大先生ですから。 A は小沼大先生。大先生それは間違いないですね。小沼大先生、はい。 B、C、まあ、ダンスイベントっていうと、まあ、俺らからしたらあまりダンス分かんないからさ、いろんなジャンルを含めてダンスと思っちゃうから、まあ、ズンバもありなのかっていうことだよね。ダンスってダンスです。けどズンバってあれだもん、こう教えるとかはあんまりないのかよ。そうですね。でなんかこう指示するとかも別にないもんないですね。ってなるとズンバはちょっと違うのかな。まあ、ただ、ね、まあ、ダンスを小沼先生はヒップホップだから、じゃあヒップホップ3人とかにしちゃおうかな。ダンスの子供のレッスンやってるのもう一人はリサさんか。後藤リサ、後藤先生、後藤リサ大先生とかどうですか。いいんじゃないですか、出る側のスタッフ。確かに、ね、代行で入ってる。そうだよね、なんかすごい人気を。じゃあ後藤リサ先生にしますか。さあもう一人です。昔ゼロワンであれ、かなこ先生って言ったの。フリージャムやってる。はいはい。ただ今旭川行っちゃったからスペシャルゲスト。いや、なんだよ、どうしようかね。もう一人は、そうそうそう、女の先生の名前なんでしたっけ。もう一人は、そよみ先生。あ、そよみ先生。そよみ先生もいいよね。ちょっと思いついたのか。いい、そよみ先生。そよみ先生もあるね。ちょっと候補として。まあ、やっぱね、レッスンもやってたんで、ボタボタ、そうだね、お客さん向けに。あ、いい人思いつきました。やっぱり男性のインストラクター、ダンスインストラクター、男性のダンスインストラクターって、ね、女性が3人だとちょっとあれだよね。ちょっとあの逆の意味で花があるかもしれない、うん、前やっぱヒップホップ R&B やった陽太先生。うわっ、それいいんじゃない。ちょっと豊見先生もいいけど、ヒップホップやった女性ばっかりになっちゃって男性1人いいんだよ。陽太先生ちゃんと陽太先生もやっぱお客さん向け、大人向けに別にやってたんで、うん、やっぱ男性入ると力強さとかあって、そうですね。これどう、この3人いいんじゃないですか。いい組み合わせだ。これはさ、ちょっと豪華なんじゃない、この3人。これすげえいいんで、決まった。めちゃめちゃいい。陽太先生のダンスも俺あんま見たことないから、もう今やっぱね、レッスンでやってないんで、陽太先生の子では、うん、で、チームの振り分けはどうします。ランダムにしちゃうか、くじ引きとか、あ、なんか希望性とか、私この先生がいいからこの先生のところにしたいとか。希望性にしちゃうとやっぱ偏りが出る可能性もね、ちょっと出ちゃう可能性が。ただやっぱり希望の先生になれるっていう嬉しさはあるよね。だからどっちにするかっていう感じだよな。まあけどランダムの方がやっぱりいくか。まあそうだね。じゃあここそしたらなんか当日発表とかも面白いから。ああ、そうですね、あの、ね、メンバーはこれでした。でちょっと決め方はね、ランダムの決め方は別に決めよう。でさ、まあこれもこれですごくいいハイブリッドじゃん。ただなんかこうお客様に楽しんでもらうっていうのはあるんだけど、なんかせっかくさ1000人突破したわけじゃん。でこうスタッフもなんか頑張りたいわけ、せっかくだから。だからスタッフも頑張るよ。いっちゃう、いっ
ちゃうって。お、ちょっと待ってくれよ。最後までご視聴ありがとうございました。さあスタッフは何を頑張るのか当日までのお楽しみに。ちょっと待ってくれ。めちゃめちゃ完成度高くなるんじゃない。なんかスタッフも頑張る。